ねえ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 。あ、皆さんこんにちは。国際交流員のタウンジェンドノアです。この番組は日本の文化や松阪の出来事などで私が興味を持ったことを皆さんにお伝えする番組です。今回は松阪歴史民俗資料館で開かれている日本の夏の過ごし方をテーマにした展示会を訪れてみたいと思います。でも日本の夏ほんまに暑いです。昔の日本人はどんな風に過ごしてたんだろう。あ、着きました。では入ってみます。ピンポーン。あ、こんにちは。こんにちは。今日は日本の夏の暮らしの展示会をやってると聞いて、来ました。いろいろ教えてください。はい、お待ちしていました。ご案内いたします。松阪歴史民俗資料館は松阪城跡の中にあります。昔は図書館として使われていたそうですが、今は暮らしに関する展示をしたり、2階には松阪木綿関連の資料を展示しています。ここではどんなものが展示していますか？はい、季節に一度展示会を行っておりまして、今は一昔前の夏の道具を展示しています。うん、あ、そうです。今も暑いんですけど、昔の日本も暑かったんでしょう。そうですね、今のようにエアコンや冷蔵庫などもなかった時代ですから。そうですね。これらどうやって集まったんですか？そうですね、ほとんどが市民の方たちからの寄贈です。あ、そうですか。はい、じゃあ実際に使われていたものですね。そうですね。そうですか。何かノアさん、この中で気になるものございますか？そうですね、これは何ですか？あ、はい、これは氷式の冷蔵庫です。冷蔵庫？はい、開けてみてください。なかったんじゃないですか、冷蔵庫って。上は？そうです、昔は上に氷を入れて冷やしていました。はい、この氷は、氷屋さんという職業がありまして、そこから氷を、必要な分だけ購入したり配達してもらって、はい、ここに入れて使っていたんです。そうですか。その職業はもうないですね。そうですね今は冷蔵庫から氷を出す、ね、形になりましたね。はい、で、何を入れたんですか？昔は昔はこういったようにお野菜や飲み物などを冷やしていました。お、そうですか。面白いですね。はい、たくさん展示物あるですね。だいたいいくつありますか？今で約130点展示しております。130点。おー、これは何ですか？これはホタルカゴって言うんです。ノアさん、ホタルって知ってますか？ああ、知ってます。日本で見たことありますけど、アメリカでは見たことない。そうなんですね。ここの中にホタルを入れて、真夏の夜にこう楽しんでいたものですね。すごいですね。なんか現在にない技術のようなものですけど、すごい。なんか下が開けているんですけど。そうです、はい、下が開いててもホタルが逃げていかないというので、はい、これを子供たちが遊びでこう作っていたりっていう。子供たちが、はい、僕には作れないなこれは、うちわですね。はい、そうです。上がうちわで、下に扇子が展示してあります。あ、何か書いてありますか？はい、こういったお店の宣伝などを書いて、で皆さんにこう配って、あ、広告みたいですか？そうですね。頭いいですね。で、今のうちわの形とあまり変わってないんですね、そうですね、もうほとんど同じですね。なぜかアメリカではあんまりうちわ使わないですけど、とても便利だと思います。うちわの代わりにアメリカでは何を使っているんですか？手か紙とかで、たまに電池の力で動く
ファン、あ、扇風機みたいなものを使いますけど、バケツ、これ扇風機ですね、はい、そうです。 今みたいですね。今と、変わらないです。でもこれは何ですか？これはかやり蓋といって、中にあの蚊取り線香を入れて使う道具です。そうですか、蓋の形ですね。そうですね。 なんでですか？なんででしょう。もう江戸時代後期ぐらいからもうこの形で使われていたそうですね。かやり蓋の中に蚊取り。そうです。かやり線香じゃなくて。そうですね、はい、昔は殺虫効果がなくて、蚊をやる、追いやるだけしかできなかったので、かやりと言っていたんですけども、はい、今は殺虫効果があって蚊を落とすことができるので、蚊取りと名前変わったんですね。そうですか、はい、これは何ですか？こちらはトーチンという枕です。枕ですか？はい。硬そうな。そうですね、陶器でできている枕でして、まあもちろん硬いんですけども、はい、陶器なので冷たいっていうので、硬いよりも頭のところにこう冷たいものを置くっていうので、夏場、はい、使われておりました。いつまで使われていたんですか？そうですね、もう昭和頃までは、江戸時代から昭和頃までは。そうですか、はい、使われていました。まあ多分気持ちよかっただろう。そうですね、やっぱり硬さに慣れてしまうと冷たさで気持ちよかったみたいです。確かに最初僕は、布団はちょっと硬すぎてあんまり眠れなかったけど、今すごく気持ちいいです、うんうん。こちらが最後の展示物になるんですけども、蚊帳と言います。あ、蚊帳ですね、はい、昔の日本ではこういうように、窓を開けっぱなして、はい、風通しをよくして涼んでいたので、寝る時になどに蚊が入ってこないようにこういった蚊帳というのをかけていました。はい、網戸は使わないのは何でですか？網戸はもっともっと後からできたものなので。あ、そうですか、はい。なんか映画とかで見たことある気がしますけど、なんかやっぱり眠るとき蚊に刺されない方が。そうですね、はい、蚊帳でしたりとか、まあ、先ほどの蚊帳り蓋などで蚊が来ないようにしていました。そうです。よければぜひ入ってみてください。あ、じゃあ入ります。はい。ノアさんどうですか？いいですね。ここ昼寝したくなる空間です。はい、そのどの位置でもあったものだと思いますか？そうですね、はい。雨が多分先に網戸ができたと思いますけど、これはあまりアメリカにないだと思います。そうなんですね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日は日本の、昔の涼み方を教えてもらったということで、私も、アメリカの昔の涼み方を、教えようと思って、絵を描いてきましたけど、見てみますか？はい、ぜひ見せてください。はい。こんな感じです。わー、すごい上手ですね。これはですね、縁側か、ポーチというんですけど、昔の家の、屋根はもっと長く作ってあって、ここは影の中に涼むことができて、みんなブランコやゆり椅子で座って、休んだりしました。でこれは、島内の、消火栓を使って子どもたちの、水遊びに使われた習慣があります。やっぱり日本と違うんですね。文化の違いって面白いですね。そうですね、国はそれぞれ違うところありますね。今日はいろいろ説明していただいてありがとうございます。ありがとうございました。またぜひお越しください。あ、また来ます。はい、ということで歴史民俗資料館で
日本の夏の過ごし方を勉強しました。今回は思ったのは、昔の人たちは電気を使えなかったけど、いろんな涼み方を考え出した。今僕たちは電気を使い放題できるんですけど、使えなくても涼もうとしたら、できると思いますから、昔の人たちの、技術を見習って、使っていきたいと思います。では今回のピンポンのはこの辺で、次回もお楽しみに。バイバーイ。